荒野ワラビやナカリアセンセビラス、エルバリエーション、インタープタマキシムは、湿地に生える、シダ植物の一つ。独特の右辺の幅が広い栄養用と休憩の、胞子農群を含む、小右辺が、樹頭のように並ぶ、胞子用をつける。火力性の双本。根茎は長く、地下を横に伸び、計3から6ミリメートル、褐色で最初は、輪ペンがあるが、後になくなって脱出する。 最初だけある輪片は淡褐色で膜質、卵形で縁はほぼ滑らか。歯には苦手がはっきりしている。和名は本種が和歌山県の高野山に産すると思われたことによる。学名の種商名は鋭敏なの意味で本種の栄養用が採集して間もなくしなびてしまうことによる。上記のように本種の名は高野山に由来し、 その地に本種があったことによるとされるが、実際には本種は高野山では見つからないし、正式には過去にも記録がない。高野山はこの名を冠した植物がいくつもあることでも、わかるように、古くから多くの植物研究者の手が入っており、見落としがあるとは思えないし、このような誤解が生まれる理由も考えづらい。ただ、奇襲藩の本像家であった黒田智のありが、 カ永年間に、高野山の植物を調べて表した、野山草木通史の中に、本種の図を載せてあり、そこでは、ゼンマイカグマの名をつけているという。説明には、ゼンマイシノブに似て、白弱とある。また、高野山の近隣では、君の町で生育している。本種の分布は北に偏っており、和歌山県で分布が確実なのはこの地しかない。日本では、 北海道から九州まで分布し、九州では中央山地に産する。四国からは発見されていない。日本周囲では朝鮮、中国東北部、南からふと、南千島、シベリア東部にあり、さらに北アメリカ東部に隔離分布する。山麓から低山地、村落周辺にまで見られ、日当たりが良くて湿った場所を好む。沼地や水田のあぜなどに見られる。 根系がよく這うので、群生して見られ、大きな群落を作ることもある。本種はその形態が独特であることから、かつては本種の実で荒野はラビ属アナカリアエルを建てたが、その後に犬眼側がこの属に移され、この2種の実を含むことになった。ただし犬眼側は、以前に所属していた、クサソ鉄属マティウ社のクサソ鉄 M ストルースプタースの型に遥かに似ており、本種とは、 形質の共通点はあるものの、外見的にはほとんど似ていない。ちなみに犬眼族の方は現在は別族になっている。いずれにせよこの種はその姿が独特で、似ている種は他にない。北米産が基準種であるが、比較すると、日本産のものは、法使用では、球状の小負編が連続せず、隣り合うものの間に、隙間がある。このことから、 日本産のものを編種バリエーション、インタープタマキシムとして区別する。特になし。アナカリアインタープタトラーピコス以下、種として、岩月編著、P224 ミツタ、P57 北側、P16 ミツタ、P57 北側、P16 マキノ、P23 南紀生物動向改編、P149 から150岩月編著、P224 岩月編著、 P224 加藤、P21 北側、P16 田側、P74 岩月編長、P223 北側、P16 牧野、P23。ありがとうございます。